久保さん。まあ、ワイドショーって意味あるんですかねワイドショーって自分のことじゃなくて他人事をまあ取り上げてるわけじゃないですか。どうですか微人分関係あります芸能人って身内ですか関係あります関係ないけれども、まあ視聴率は上がりますよね。なんででしょうかだから人間っていうのは意味のないことですら興味があるし、 そこになんかエンタメを求めたりとかなんか感情が動いたりとかするわけじゃないですかまあ、そこでどういう解釈するかによっても学びはあるだろうしだから結局ね意味ないんですよ意味ないことを意味ないことでも楽しんでるっていうね <laughs> なんか堀江さんがねお金なくてもお金なくてもネットフリックスとかで楽しめるじゃんとじゃあネットフリックス見て意味あるんですかみたいな <laughs> え映画見て意味あるんですかと2時間3時間消費するだけですよっていうね <laughs> どうすかねうん。いや、面白いという意味があるじゃないですか。え、それだけですかと。え、別に映画じゃなくてもいいじゃないですか。二次、二次、コスパを考えるならば、二時間見ないと面白みを感じないんだったら、一分で面白みを感じることをやればいいじゃんっていうね。その時間的なところの側面で聞いたらね。映画は面白い。いや、二時間かか、その時間的に言うならね。じゃあ、それと同等で一分で面白いね、コスパがいいのを探せばいいじゃんとかね。だからね、もう、あいえばこう言うってね。<laughs> いくらでもできるっていうね言ってらっしゃる。